皆さんこんにちは。編集担当のアスムです。本日2021年10月19日はスマブラ SP の最後のファイターであるソラの参戦日ですね。このキャラクターの参戦を待ちに待った人も多いのではないでしょうか。ということで今回のゲームニュースは、つながる心が俺の力だ、スマブラ SP 最後のファイターソラ本日配信。記事はゲームウォッチより引用しています。最後の新ファイターソラ。任天堂は任天堂スイッチ用対戦型アクションゲーム大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルにおいて、有料追加コンテンツ第11弾ソラを本日10月19日に配信する。単体価格は662円税込み。また本コンテンツは発売中のシーズンパスファイターパスボリューム2に含まれる。ファイターパスの価格は3300円税込み。スマブラ SP 最後の追加ファイターはスクウェア・エニックスのキングダムハーツシリーズの主人公にして、ディズニーのいろんな世界を冒険する心優しき少年ソラ。キーブレードを手に打撃と魔法を駆使しながらスマブラの世界に参戦を果たす。カラーバリエーションにはキングダムハーツ2、キングダムハーツ 3D ドリームドロップディスタンス、キングダムハーツ3に加え、専用の表情を持つタイムレスリバー風のコスチュームが勢ぞろい。原作のようなキーブレードによるコンビネーション攻撃や魔法、そして空中での高い機動力を特徴とするファイターとなる。ちなみに攻撃が当たると星の形をした専用のヒットエフェクトが現れる。また追加ステージは初代キングダムハーツ終盤の舞台となったホロウバスティオン、坂巻滝、そしてマレフィセントの居城を周回するシンプルな足場ながら、対戦の終盤ではステージ全体が心の中の世界ダイブトゥハートに変化。暗闇の背後に浮かぶステンドグラスに原作でおなじみの全7種類のキャラクターがランダムに登場する。そして新規楽曲はキングダムハーツシリーズよりホロウバスティオンや大乱闘にふさわしい9曲を追加。なおキングダムハーツメロディーオブメモリーのプレイ記録が本体にあれば、追加でもう1曲リアリービーラブドスウィングバージョンが連動特典として受け取り可能となる。新しいミニコスチュームが登場。新ファイターの配信に合わせ3種の新しいミニファイターコスチュームが登場。価格は各81円税込み。こちらも最後の追加となるミーファイターコスチュームのラインナップは、スプラトゥーンシリーズよりタコゾネスとジャッジ君の帽子、そしてドゥームシリーズよりドゥームスレイヤーのコスチュームが追加される。以上が記事の内容になります。それではここでネットの反応を見てみましょう。今までの高鳴るドキドキをありがとうございました。参戦ムービー楽しみでした。心の仮面のジョーカーで始まり、心の鍵で締めくくるソラはかなりエモいと勝手ながらそう思いました。ソラが本当にスマブラに来た。今日配信日です。もうスマブラ終わっちゃうんじゃ。そのぐらい最後にすごいサプライズを持ってきてくれました。未だにソラがマリオと一緒に並んでいるのが信じられない。これ以上豪華なスマブラって出せるイメージができないレベルまで到達してる。仕事中ですがソラが参戦していて仕事が手につきません。どうやったら早く帰れるでしょうか。スマブラ DLC 制作お疲れ様でした。長かったような短かったようなあっという間の3年間でした。ソラが参戦し完成したスマブラ SP、 もっと遊び尽くします。ありがとうございました。ソラ参戦おめでとうございます。絶対出ないだろうと思っていただけに
最後に来てくれて嬉しいです。もう時々冷静になると何のゲームやってるのかわからなくなる。本当奇跡のゲームだよね、スマブラって。待ってたよ、ソラ参戦ありがとう。本当にありがとう。リンクとソラの夢の共演とても楽しみにしています。ソラ参戦おめでとう。テスト終わったらスマブラでソラ使いまくる予定。みんな望んでたらしいから最後の追加ファイターとしては最高だね。とうとうこの時が来た。ほんまに10年くらい待ってたぞ。ほぼ諦めかけてた。ありがとう桜井さん。追加ファイターいつもスルーでしたが今回は手を出しました。帰ってから久々にスマブラ起動します。本当に来た。新ファイター発表されるたび空か空かと待ちわびて違った時がっかりしたけど、最後に空出すなんて桜井さん最高です。最後のファイター空参戦、桜井さん本当にありがとうございます。まさか本当に参戦が実現するとは思いませんでした。スマブラ制作本当にお疲れ様でした。長年の夢が叶ったと同時にスマブラの追加コンテンツが終わってしまうという寂しさもあるが、ともあれ開発お疲れ様でした。今日はスマブラで空の参戦だ。帰宅後が超絶楽しみですね。今日は空の配信日だけど、配信開始から即ダウンロードして触ってる人たちが羨ましい。きたー、初めて最後までクリアしたゲームのキャラが参戦するのは胸熱。最後にして最高のキャラだ。本当に嬉しい。これ見ただけでなぜか4分くらい頭フリーズして気づいたら泣いてた。今日は空配信開始日おめでとう。紹介 PV で空がカービィたちにポイポイとご飯あげてたの可愛かったです。以上がネットの反応でした。空参戦の影響があってか、どうやら任天堂 e ショップでネットワーク障害が発生していたみたいですね。何はともあれ桜井さんをはじめとした制作陣の方々、3年間お疲れ様でした。私自身スマブラはあまりやっていないのですが、参戦ファイター発表の瞬間は毎回楽しみに見させていただきました。これからも応援しています。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。アユナのゲーム実況もありますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。